皆さんね、おはようございます。2021年、3月18日の佐藤修一ライブです。まあ本当にね、私佐藤修一、現場公務員はね、補充していくと、増やしていくというべき主義であります。菅政権でさえもね、来年度、299人公務員をね、定数をね、増やすというふうなね、予算編成をされています。これについてね、私ね、いいことだと思いますよ。コロナとかね、災害の多発する中で、絶対に公務員って必要ですよ。特に地方の現場公務員、ね、若い人をね、過疎地で、地方で雇えば、それこそね、若い人を地方で雇えば、ほんと地域にもね、元気が出てきますよ。地域のね、お年寄りも元気に出てきますよ。ね、しっかりね、災害対応、ね、そういう公務員。防災専従のね、公務員さえいないね、自治体なんかもたくさんいるわけで。それこそ足りないところには 国からね、若い人をね、派遣してあげるとか。だから国で若い人を採用してね、それをね、市町村に、ね、派遣するとか。まあそういうね、防災専門の公務員とか。あるいはね、ほんと、いろんなコロナのに関してね、人々の悩みも激増してますよね。まあ、新聞等々でもご覧になってる方多いと思います。まあ貧困の問題。ね、DVS ね、とかね、そういう問題も深刻ですしね。まあ、介護の問題もね、子育てもね、いろんなもん分野でも、ね、もうめちゃくちゃ深刻です。まあ、そういうところの相談に当たる公務員、ね、まあ、生活保護もね、どんどんね、受けなさいって、ね、厚生労働省おっしゃるのはいいけど、ケースワーカーも足りないとか、ね、もうそういうところのね、公務員ね、まあ、しっかりね、増やしていく。ね、いろんなね、現場公務員ね、増やしていくってことはね、大事です。もうね、ここ40年間ね、公務員をね、現場の公務員を減らしすぎてね、もういろんな弊害がね、噴出しているわけです。ね、広島でも、ね、2018年、西日本大水害の時にね、復興復旧に往生してるって、そういう状況がある。そこはね、しっかり増やしていく。一方でね、上はね、しっかり綱紀を粛正していく。上ほどね、やっぱり締めていくってことが大事です。上がね、さっき組織っていうのは上から腐っていくんですよ。上をね、しっかり締めていくと。ね、これが大事ですよ。で、結局ね、例えば、まあ、山田広報官じゃ、なんかもそうですけれどもね。最後1年だけね、よくわからないね、特別公務員のね、特別職公務員になってる。で、だから山田広報官はもう特別職公務員だからね、過去にね、なんぼ悪いことをしていてもね、もう、特別職公務員にね、退職すればね、処分を受けないと。だから処分できないんですよ、処分を。ね。だからもうね、遡ってね、懲戒処分をするとかね、そういうことも含めてね、いわゆるね、偉い人に対するね、綱紀粛正、これは徹底すべきだと思います。で、特別職公務員についてもね、現行法ではね、懲戒処分っていうね、規定がないわけ、懲戒免職にするね、規定がないわけですけどね、こういうのもね、しっかりね、見直していくと。しかるべきね、責任をね、取っていただくってことをね、していかないと、本当に、下はね、下というかね、現場はね、本当にバカバカしくなってきますよ。だからね、現場はね、公務員はね、しっかり増やしていく。しかるべきね、待遇でしっかり増やしていく。上はね、しっかりね、締めていく。綱紀を粛正していく。徹底していく。こういうね、バランスが必要です。今までの日本ではね、上がね、やっぱり不祥事があるじゃないですか。そうするとね、公務員全体に対するね、目が厳しくなって、じゃあもう公務員を減らせって話になって、ね、で、結局現場が減らされていて、で、結局、まあコロナとかね、まあ、ここ数年打ち続くね、災害とかね、まあ、地震もね、また頻発する可能性もありますよね。まあ、そういうことに対応しきれなくなった。で、地方は衰退するって。まあ、そういう悪循環ですよ。ぜひね、やっぱりここはね、しっかりメリハリをつけると。ね、メリハリをつけたね、公務員政策っていうのをね、考えてほしい。まあ、ね、特に自民党さんがね、まあ、公務員を増やすっていうのはいいけど、しっかりね、綱紀粛正してほしいし、逆にね、野党、特に立憲民主党さんあたりね、あるいは維新の会さんあたりね、綱紀粛正をするのはいいんだけど、じゃあ、公務員をね、減らせ減らせってね、言ってきた。公務員人件費を減らせ減らせって言ってきた。まあ、そのことに対するね、ご反省というものをね、していただくと。
ああ、いうことね。まあ、どっちに対してもね、私はね、是々非々でね、ほら、言ってまいります。それではね、皆さんね、私ね、佐藤修一ね、頑張ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。ではね、まあ、そろそろね、出かけます。今日はこれぐらいにさせていただきます。失礼いたします。